はい、こんにちは、チューです。皆さん、これを知っていますでしょうか？石畳ではございません。海面を、私ね、これね、すっごい前じゃないわ。なんかで見たのよ。その時に、海面これでどうやってやるのって思って、その時は買わなかったんですよ。で、2回目また見たんですよ。あ、海外サイトです、私は見たのは。国内のじゃないです。で、海外サイト、まあ英語なんで、よくわかんないです。で、2回目見たんですけど、いやでもちょっと、自信ないわ、みたいな感じで、やめたんですよ。そんなことを操作してるうちに、なんかサイトに出てこなくなっちゃって、で、そのサイトって結構英語で入れなきゃサイトが検索できない海外サイトなんですよ、本当に。だから、結構いつもめんどくさくて、私、例えばなんか、だからこういうのとか、検索したければ、これ英語で入れないと出てこないんですよ。だこれ、例えばレジン、もう全部英語でレジン、シリコンとかアバウトに入れると、出たりもするし、なんか向こうでシリコンで出たっけ？シリコンモールド。まあいいや、とりあえず。英語じゃないと出ないんです。で、見つからなくなっちゃったんですよ。完売かなと思って。ほんでね、その後日本のサイトで、なんかのね、フリマサイトかな、わかんない。見たら完売でした。諦めてたんですよ。したらこれいただいたんです。この間私はね、店に来てね、郵便物がすごい溜まってたんですよ。あのカタログ系がね、副業の。それで、あ、ちょっとほこりついちゃった。いただいた時何もついてなかった。すごい綺麗だったの。そしたらね、その間にね、あのなんと玉手箱、宝箱がみたいなのが入っててね、すごい。この他にもいろいろいただいたんです。その中にこれがなんと入ってて、びっくりしちゃって、あれ、これ私が探してたやつじゃんっていうか、見てたやつじゃんっていうか、超気になってたやつじゃんみたいなやつ、びっくりしちゃって、またテレパシー使っちゃいましたよ、久しぶりに。あ、この間も使ったんですよ、香水瓶で同時に作ってたっていうね。でも最近ほんとまたテレパシーが復活して嬉しいです。いや、これに関しての、いや、こういういただき物のテレパシーは別に、いやいや、それはいいんですよ、本当に。いや、本当嬉しくて、これ見た時に、てかびっくりした。嬉しいっていうか、もう嬉しいんです、めっちゃ嬉しいんですけど、すごい、これしかもしっかりしてるね。これはさ、海外じゃないね、これ日本のだよ、ちゃんとしたやつじゃない。ちょっとすごいんだけど、がっつりちゃんとしてて硬いし。で、説明書はなかったんですけどこれを多分白を流し込むんだと思うんですよ。それで切るの。でも待って、切るって、だってレジンって切れる？あれ、ソフトシリコン、あ、そう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 、ソフトレジンじゃなきゃできないのかな、これっていう。あ、マジで、ごめん。そうだ、どうしたらいいんだろう。ハードでできるのかな。ハードで、だってハサミで切れないよね、出来上がったこれを。あれ、ニッパーとかで切んの。ちょっと待って、ソフトシリコンあったっけ、私。ちょっとね、まずちょっとやってみよう。ハードでちょっと作ってみます。で、その時にね、ちょっとレジンもいただいたんですよ、1本。あのコスパ最高って言って、あのおすすめしていただいて。で、それはソフトじゃない、ハードハードハード、だからいいんだ。それはいいんだ。それは置いとこう。ね、じゃあ、ちょっと、普通のハード、ちょっと、私、マサルでいきますね。じゃあ、すごい優しいお手紙もついして、これをもし、作って置いといたら、お客様が、海面を作りたいときに切って簡単に使えるんじゃないかなっていう優しいね、皆さん。私がここで店一人でやってるからさ、スタッフ
になっていただいてすいません。勝手にスタッフにしてしまいましてすいません。いいと思うよって言ってくれて、で、そっか。もし何かをさ作るんだとして、今ちょっとこれにも載せてみようかと思って、これちょっと下地だけ作ったんですけど、この大きさで作ればいいのかな。難しくて、それは無理だ。最初にやっぱ作るしかないよ。ということで、白でしょ。ちょっとここはセリアさんの着色剤いきます。あ、やべ、そこ考えてなかった。私そう、私はそのよく見した海外サイトのやつも、それで本当英語でしか説明なかったから、 でもね、そこも私も頭になかったから読んでないわ本当に。もしそこ気になってたら、多分カットとかそういうなんかカッティングとかなんかそんな単語が入っていたんであれば、ソフトレジンとかハードレジンとか単語を見つけたかもしれないけど、その時はそこまで頭回ってなかったわ。薄い。いや、いけるか。もうちょい入れさせて。ちょっと薄い気がする。ちょっとで、これをいきます。これちょっと一気にいきます。あの、この溝に入れてられないと思うんで、多分で、エンボスで広げます。考えたんですけど、そこはいや、もう見た感じ溝にちょいちょい入れてはられないと思ったんで、すごい嬉しいんです。あの、他にもね、すごい本当に宝箱やって思ったぐらいいろんなのが出てきて出てきて、面白かった。しかし超嬉しかったし、一個ずつにちゃんとお手紙がついて、これはこうで、これはこうでって書いてあって、あとね、それいつもそうなんですけど、もう本当にレジン一緒にやってくれているような子で、本当にお客様のためのものとかもちゃんと、あの、すごい使いやすくいただけるんです。嬉しいです。私はここはレジン一人やってるんじゃないんだなと思いました。思います、いつも思ってるんですけど。そう、早くレジンも復活しなきゃと思って。ほんとレジンの種類がさ増えてて、私のやってなかった1年間の間にね。で、結構コスパ最高的なレジンも教えてもらったんで、ちょっと助かりますね。ここ結構あの、まああの、レジン安く体験できるお店なんで、ほんとレジンのコスパちょっと本当に結構重要なんですよ。教えていただいたのもちょっと早速買おうかなと思って、マサルは今私が使いまくってるんで、ここで動画で。前が買ったやつ、
超楽しみ。どんななるんだろう。すごい本当気になったんです、これ。あ、そう、だからその海外サイトやるとしたら多分海面とかを、なんか海面って英語でなんて言うんだろう海、でも海面でも違うんだよね。多分それ英語で入れても多分出てこないと思うんだよね。なんであのシリコン出てこなくなっちゃったんだろう。売り切れ？売り切れはそうそう、どん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 消されてって出てこなくなってくるんですよ。カートに入れっぱっていうのができなくて、楽天って結構入れっぱできるんですよね。あの、次回見た時にまだ入ってたりするんですけど。この海外サイトはなんか、やっぱ世界でやってるやつなんで、に、日本だけで売ってるやつじゃないんで、あの、海外的に動いてるから。そうだよね。どんどん売り切れになったら消していくような。この間のあれもそうです。あれ、あれを買ったところです。あの、定規のシリコン買ったところです。あれはね、定規って別に英語で入れたんじゃないんですよ。スケールっていうんですか。あれはね、出てきたの。なんて検索じゃんの？レジンって検索。私は結構前からレジンをそこで取ってたから、もうなんか開くとレジンの商品ばっかり出てくるようにはなってるんです、一応。おすすめみたいな感じで。あなたにおすすめみたいな感じで。どこが大事なんだ、これ。これ周りのこの四角のところも一応やっていた方がいいのかな。まずちょっとこれがハードで作って切れるかどうかなのね。その使いたい大きさに。でソフトレジンね、私そうそう、前にもう1年以上前に使った切りのやつが多分まだあると思うんだよね。使ってないもん、私ソフトは。いや、これでも本当見た時びっくりした。あ、マジテレパシーってあるんだなとか思っちゃった、本当に。やべ、またテレパシー使っちゃったと思っちゃった。本当に本当に気になってたんです。ここ最近で多分レジン用品でこれ本当に気になってるうちの本当に1位2位だったんです、私の中で。定規は結構前から気になってた。だけあれは結構前からあるやつだと思うんですよね。これはね、私前見たことないもん、その自分が休業する前なんかに。だから商品的にこれ新しいと思うんだけどな。だから売り切れなのかな。あ、でもどこで入手なさったんだろう。こんないただいていいのかしら。もういただっちゃって、使っちゃってますけど。結構さっきの量で足りないかと思ったら、借りてる。ただ気泡がちょっと入っちゃってるから、この気泡を取りたい。よしよしよし。
とこの上の部分ちょっと取り除いて、多すぎちゃったもん。あ、こんなにそんな少しでよかったって、いや少しでもないけど、こんなに余るんだ。足りないかと思った。はい、じゃああとはちょっとエンボスもう一回かけて、ちょっと気泡をすくい出して硬化してみます。この面で硬化して、ひっくり返しても硬化していきますね。なんで私がこれをね気になってたかっていうとね、私海面作るときにズルしてんじゃないですか。ズルしてるじゃないですか。気づいてると思うんですけど、透明レジン垂らしてないんですよ私。その背面の、だ例えば海の青だったら、その背面の液垂らしてるんですよ、白の上に。そしたら絶対海面出るんで、もちろん。でもそうする、それをしたい時って下が一色じゃないとその技できないんですよ。まあうまくね、2色3色でちょうどその上にその色が垂らせたらまあいいんですけど、多分そんなうまくいかないと思うんで。だからもしその海の色をね3色とかにした時に、透明を垂らせば普通に下の色が出てくるのに、私はそれズルして下の色を垂らしてるだけなんで、下の色が3色とかだと垂らすのが大変っていうか多分不可能なんで、今までやってないんですけど、そろそろ透明垂らしてできるようになるよって話ですよね。すいませんね。だから私海面たまに上手ですねって言われるんですけど、あれ上手じゃないです、私うまくないです、ズルしてるだけです、透明垂らしてないですもん。でも多分それ言ってますよね私。そうね、そうだよね、皆さんご存知なんですよね、私の海面は透明垂らしてないって。じゃあちょっとこれエンボスかけて気泡抜いて、こっちで硬化して、こっちで硬化していきます。はい、硬化しました。何分やったの、結構長かった、やってました。表と裏ひっくり返して、これ今裏面です。さてと、なんかね触った感じ超硬いんですよ。それはそうなんですけどね。えい、表面です。これ剥がすのもドキドキなんですけどね、折れちゃいそうで。気泡まで頑張って抜けんとこへ抜きました。エンボスもガンガンかけました。これでもかってぐらい。ちょっと慎重に取っていきます。あー、出来上がりは結構薄いから、ハードでもこれ別にハサミで切ろうと思えば切れますね。よいしょ、面白い、面白い、やべえ面白い。これだけだとさ、なんだかわかんないじゃん。海面塗り知らない人だったらこれなんだって感じになるじゃん。で、皆さん海面塗り知ってんじゃん。で、面白いよね。埋まっちゃったとこはあるね。まあいいや、これでね、じゃあ例えばこれちょっと結構でかいやつなんですよ。でかいのとちっちゃいやつ両方できるのかと思って、ちょっと2個だけ背面塗っといたんですけど、だからこういう海の場合、私これが一色だったらこの背景の白を塗ってこの背景の色を垂らしてたんですよ。裏技じゃないですよ、あれできないから。これ
が使えたらほら貼るだけでいいわけよ。でこれの大きさはね、初めどうしようと思ってて、初めにここの丸の大きさも切ってあるんですよ。ということでこの丸の大きさに沿って紙を切ります。でこっからなんですよね、切れるかどうか。あ、切れる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 。逆にこれソフトなんかで作ったら良くないかも。十分切れる。面白い面白い面白い。やばいやばい、超楽しい。このシリコンまで本当なんか皆さん見つけたらちょっと面白いからやってみてくださいよ。いやでもあの界面できる方は全然関係ないですけどね。味本当に。おう。ネイルスタンプとかを今まで試したんですけど、これは違うんです。あの、いただいた理由は、あの、お客様用としてって言われたんですよ。あの、子供たちがね、界面やるとき大変だ。これをほら、このシート置いとけば、今みたいに1枚。これ好きな大きさに切ってね、貼るだけで界面ができるっていう。そこまでおメモをいただいたんですよ。もう完全に。従業員目線でありがとうございます。っていうか皆さん従業員です。本当にうちのありがとうございます。勝手にするなって、はい、すいません。やだ、超楽しいんだけど。これでね、ここに合うかどうかなんだけどね。合う。切っといてよかった最初に。ここ本当はないんです、空洞だったんですよ。埋めちゃったんです。じゃあ時間あの動画の長さを短くするために先に切っといたんです。で、これをここに貼れるかどうかなんでしょ。ちょっとさ、丸のとこ開けちゃったんだけど。まあいいや。これで、レジンを引くんだよね。そうだよね。レジンを引いて、どんな感じの仕上がりになるかだよね。結構薄いものには向いてない気がする。あ、なんつうんだろう。ちょっとこれを沈めた方がよりなんかリアルっぽい感じがするんだけど、私的に。まあ、お客様で界面をやりたいって言われて作った方は今まででお一人だけですね。しかも初めてで、今日初めてレジンを触るんですっていうカップルの彼女の方ですね。しかも成功しました。こんな感じでレジンをやって、これを、こんな感じで、乗せます。おお。マジ楽しい。で、こっちの細ちっちゃい方、これもこれ枠だったんですけど、これ今ブルーとパープルの2色なんですね。これ見づらくてすいませんね。右がパープル、左がブルーのはずなんです。手袋で余計わかんないって。これも下に切っといたので、この大きさのやつ紙。どうしよう。あ、結構小さいね。小さいとどうなるんだろうね。そうだから、小さくてもできるのかなっていうところが、あと大きくてできるのかなとか、そういうのをちょっと調べたかったんで2通り用意してスタンバってました。違うの、ちょっとこっち使いたいな。
感じで切ってみようかな。ただ切るときに、まあ紙を切るとかよりもちょっと力を入れるのでレジンを切ってるんで、あのハサミ気をつけてくださいの、ね、ってお前がなって感じだね、はい、私が一番ドジです。よし、ちょっと入んない、入んないっていうか、ちょっとなんか選んだ場所が悪かったかも。私はちょっと違うのにしよう、違う箇所にしよう。これちょっとちっちゃすぎると結構海面に見せるのが難しいかも。もともと多分この大きさで海面作るっていうのも結構難しいっていうかかもね。ないと思う、この大きさで海面作るっていうのが。ちょっと機会がそんなにないと思うんだよね。私はね、そのね、商品をネットで海外のサイトで見た時、なんか見本になってたのが貝殻にのなんか中の方に海面作ってる写真だったの。なんそんな細かい、そんな奥にできるんだ。貝のね奥の方に、ね、これを使ったんだか本当にやったんだか知らないけど、こんな感じかな。これさ、もともとも上まで来ちゃってるのかな、レジンが。これでレジン引いてみます。結構小さいのは難しいかな。はい、じゃあこんな感じで、はい、硬化していきますね。面白い。はい、硬化してきました。やべえ、面白い。ちょっとアリエルちゃん使います。こっちはね、ちょっとなんかできない。ちっちゃすぎたな。ちっちゃくてできるかと思ったんだけど、ちっちゃいアリエルいるけど、しかも海面全く見えなくなっちゃうからね。意味ない、意味ないもん、やめよう。ちょっとレジンを上に乗せます。なんだろう、ちゃんと、ほんと海っぽく、
砂やってとかだと砂でもう少し、あと背面ちょっとピンクじゃなくて水色とかにしたらもっと海っぽく見えるのかな。もうこれ満タンなんですよね。ちょっと背面のやつ入れすぎた。はい、硬化してきます。はい、こっちは硬化をしたんですけども、ちょっと私が下地が良くなかったな、ピンクで。ちょっと今ブルーでやってるんですけど、ちょっと裏側、これ型取ってないんですよ。で、型取ってなくてできるかなと思って、これもう一回当てますね。それで、まあ大体こんな感じがいいなって当てるじゃないですか。そしたら、ハサミでこれ縦に切れるんで、こうやって縦切りができるんで、それで、枠取ってなくても、こうやって切れます。手気をつけてくださいね。よし。飛んできました、気にしない。ぴったり枠通りに切れます。縦切りができました。まさかの。はい、こんな感じで。なぜからここにこうやって入れたいなぁと思ったらこんな感じで切れます。んで、レジンを引いて、これをここに入れるんですけども。ちょっと遠いな。こちらもう表は今できてるんで、ちょっと裏側になりますけど。ごめん、ピンクのやつはね、じゃ大きいものとかにか、大きいものもしくは小さいもの、どっちもできるかどうかっていうのが試したかっただけなので、ちょっとデザインごめんなさい、あんま気にしてなくて。これレジン引いて、で、これをこう、今の通りに乗せます。はい、で、硬化していきます。はい、硬化しました。ここからがちょっと重要なんですけども、なるべくレジンの中に沈めた方が見栄えがいいのと、あとここ角が出ちゃった場合、枠の中に収まらなかった場合、角が出ちゃうので、モリモリにできたらした方がいいと思います。あとレジンの中に沈んだ方が、この海面模様の、前に私は結構前にレジンの中にレジンで作った封入物入れるとすごい溶け込んで綺麗って散々騒いでたんですよ、私。封入物をレジンで作ったやつをレジンの中に入れると、なんか境目があんまり、なんつうの、プラスチックを入れたりするよりも、なくて、すごい綺麗に見えるから、わーい。わーい。かっこいい、綺麗って散々騒いでたんですよ。前向けもどんどんかがよくわかんない。多分封入物作ったやつですよ。アルファベットとかもだから結局そうですね。
シールとかも楽なんですけど、その方が。でも名前とかだったらシールとかプラスチックの方がまあはっきりは見えますね。例えば封入物で花とかハートとかそういう系だった気がするんですけど、それをレジンの中に入れると、レジンで作った封入物をレジンの中に入れるとすごい自然な、なんか不思議な感じになるんですよ。なんて言うんだろう、溶け込んでる、そのままやね言い方変わってないっていうですね、全然。パイナップル飛んできたんだけど、パイナップルじゃないよ。怒り。どう？あれ？今どこ行っちゃったんだろう。パイナップルでもいいんだけどね、表はね、モンステラにしたんだけど、あれモンステラ、一緒じゃなくてもいいんだよね、別にね。パイナップルでいいかな。あ、いた、モンステラ。はい、これで、あと、そうだ、私の人魚ちゃんお気に入りなのを入れます。で、ちょっとこの時点でもう既にちょっと硬化してないんですけど、ちょっとごめんね、私の汚い入れ物にしちゃって、結構溶け込んでるの分かりますかね。ちょっと後ろ側のあれが見えちゃってるんですけど、綺麗じゃね。まあいいや、ちょっととりあえず硬化します。はい、硬化したんですけど、もうちょっとモリモリにします。角が出ちゃってるので、で、今マーメイドとラメだけさっき乗せて硬化しました。私の好きなセリアさんのラメです、久しぶりに。これで最後かな、もう盛れるとこまでも。そうするとね、そのなんか海面がね、すごいかっこいいの。なんつうの、いつも作る海面ではちょっとできないような、なんか溶け込んでる感じ、海に。面じゃないじゃんって思ってでしょう、じゃなくてかっこいいんですよ。なんか自然な感じ、自然っていうか、なんかの溶け込んでる感じ。ごめんね、説明がうまくできなくて、全然全く。多分好みになると思うんですよね。がっつり海面真っ白なところが見えてる海面の方が好きっていう方は、表面にちゃんと白いのが見えてる方がいいって方は、もう少し浮かせて作るか、白をもうちょい濃く作るかで変わってくるし、そうだね、白もっと濃くした方がいいかもね、そういう場合は。これで埋まったかな。じゃあこれで最後硬化しまーす。綺麗でしょ。はい、終わりました。楽しかったです。結果から言いますと、最初に私が言ったように埋め込むとすごい綺麗なんですよ。表面にのせるっていうのは、まあ背景が私は悪かったんですけど、これはまあ小さいのと大きいのでできるかなってやってみたかったんです。で、まずこっちは背景のごめんなさい、色が悪かった。まあでも青だったとして、これ乗っけて、でレジンで完全に埋め込むと綺麗かな。青じゃなくてもまあいいや、オレンジ、まあいいでも何でもいいや、ピンクはちょっといけなかったかな、すいません。これ多分埋め込んでもレジン、この白もちょっと薄かったのかな、白もう少し濃くした方が綺
綺麗に出るかもしれないですね。まあちょっと一番初めだったんでごめんなさいね。で、あと小さいものに入れれるかと思ったんですけど、これちょっとちっちゃいものには、この小ささにはちょっと無理かな。これがたとえ裏、背面が青であったとしても海に見えるかっつったらちょっと微妙かな。使い方によってはヒョウ柄とか作れると思う気がするんですけどね。あと、そうだね、ヒョウかな。うん。はい。ちょっとこの大きさはきついです。で、今度これですよ。このちょうど中間の大きさです。第一章の中間、まあこれが大きすぎたんですけどね。これはちょっと結構細かく念入りにやってました。綺麗に、いや全部綺麗にやってたんですけどね。まず砂もちゃんとレジンで加工してから入れて、中にちゃんと収まってますし、あと海にちょっとキラキラつけたのと海面を両面につけたので結構綺麗なんですよ。ちょっとごめんなさい、ほらここはちょっと見やすいかな。これ以上近づけたらぼやけると思う。で、完全に海面模様はレジンの中に埋め込まれてるんで、すごい自然な感じですね。溶け込んでます。綺麗です。結構気に入ってます。裏面全く同じデザインです。ブルーをそんな濃くしなかったので、まあ透けますけど、まあ海の中って感じで、背面があれば透けませんけど。で、白をそんなに濃くしなくても、まあこれぐらいでいいんじゃない。これ以上濃くしても別に濃くならない気がする、白が。え、と思いますよ、私は。はい、なのでこれちょっとメルカリちゃんにこれ乗っけとくんで、よかったら見てください、写真。これは本当に海に溶け込んで綺麗です。もともとメルカリちゃんに行かせようかと思って力入れてたんですけど、角も全部、もし角が海面角がここ出たとして、ちょっと出たんですよ、出てもレジンなんで、結局これはヤスリかけてもう一回透明レジンで加工したんで、今ツルツルです。どこも出っ張りありません。で、やっぱレジン同士入れて、レジンの中にレジンが入ってるので綺麗です。くるんくるん、はい、こんな感じです。厚みも結構重ねましたね。はい、両面海面です。で、これはこの鍵付きのストラップにつけます。こんな感じですね。で、他の海面とちょっと比べようと思ったんですけど、まあこれが今シートですね、海面で。で、これが私がいつもやる海面と同じ液を垂らす海面のやり方だから、これの場合は赤垂らしてるんですよ、私。赤の背面に白のっけて薄く塗って、で、これ前にレッジン動画出してるんですけど、ネイルスタンプです、ここっていう。この違い分かりますかね。まあネイルスタンプが一番はっきり白は出ますよね。もちろん白いマニキュアでやってるので。で、これは垂らす感じで、これがこれです。こうやって見るとこれが一番かっこよく見えちゃうんですけど。ということで、私はこれかなりお気に入りです。はい、ネイルスタンプ実際、そう、お客さんにって言ったらちょっと難しいんですよ。はい、で、まあこのやり方でやってもらってるんですけど、お客様には、まあ、これがあったら、まあ、最高だなと思いました。さっきのあっちのやつは枠、縦切り。あれでもお子様はちょっと危ないんで、大人の方が切ってあげたら簡単に枠の中に収まります。枠の大きさなんか測んなくて大丈夫でした。好きな大きさに切れます。で、ハードレジンで作っても好きな大きさに切れます。ということです。皆さんはどれがいいと思います？これですよね。はい。それは私の腕が悪いから。はい、すいません。ということで、私には神がかった商品でございました、この海面シリコン。
ありがとうございます。作ったよ。はい、ほんと最初一番最初ね、ほんとにね、ネットで見た時石畳って思ったんですよ違った。はい、こんなかっこいいものだとは思わなかった。こんなかっこいいものができると思わなかったさ。はい、かなり気に入っております。てな感じで今日は海綿シリコンを使ってみました。まあ、こんないっぱいあるで、お客さんのところにこれ置いときゃいいってことよね。ほう、素敵、すごいね、新商品なのかね。ありがとうございます。いや、ほんとテレパシーなんで、ほんとにこれ結構気になってました。新商品だからなんか連続して目にしたんですよね、私。はい、ってな感じでした今日は。じゃあ海綿シリコンで大成功でした。お気に入りですなりました。じゃあ今日も長い間見ていただいてありがとうございます。2月16日、もう6時回ったんでそろそろ帰ります。ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。いいね、だから日本で買えるのかな、なんて検索すればいいんだろうね、わかんない。海綿シリコン。